そうすると、もうあと行きますよ、はい。さらさん、ほらどう、よく手を見て、はい。はい。左の余計表側から気が入る、ぐーっと。ほら、入ってく、左の足からぐいぐい入ってく、ほら。上がってく、ほら、どこまで上がった仙骨のとこ通ってるでしょう。ほら、ずっと上がって、胃のとこまで上がってく。どうかな、ほら。 それで、肩から抜けるけど、どう、なかなか抜けないでしょう、ほら。はい、どうですかほら、左の腰鶏から上がっていく、ぐーっと。それで、仙骨通る。それで、胃に上がる。はい、胃がさっぱりする、ほら。どうあれ、残念でした、テープ取って。<laughs> 残念でした、テープ取ってなかったよ。 まあいいや、あとはでもいいや。はい、どうかな今みたいになったでしょ、ほら。どうですかほら、左の養鶏から、今では、今では決め、今できた、オッケーオッケー、いいかいそこのとこ、に今来てるだろうな。よく見て、この手、いいかい下の、左の養鶏、表側から木が流れて、仙骨を通っていくとき、 仙骨がメリメリと剥がされる状態にならないかそれで今できてるでしょうら。仙骨、わかるでしょうらあなたさっき仙骨がおかしいって言ったでしょそこのとこ、なんかこう、剥がされるみたいな感覚で、メリメリ剥がされながら、おらおら、そのとりになったでしょうそれで上まで上がっていったでしょう今で、はい、いいかいいい、いい人はいるからいいかい これで胃をこうやってねじるとほら。よーく見てる、桜さんほら。胃を持ってグリグリほら、よく見る。また、今どうだ胃がグリグリやられてるだろほら。胃を、胃をよく見るほら。この手見る。グリグリねじってるほら。どうなった胃が。はい。はい、答えて。 さっぱりしたでしょ。いいよ。じゃあ、その次行くよ、桜さん,ん、ねこれ。2回、3回、4回、ダメだ、まあ、いいや。じゃあ、その次行くよ、桜さん。で、今どうですか、いいわ。胃の調子はどうですかはい、答えて。はい、桜さん、どう気持ちいい、気持ち悪い、どっちですか はい。ほいほい。貼った感じあ、ちょっとわかった分かった。いいかい今度貼ってるだろうが、よーくこの手見ろ、ほら。貼った場合は、こうやるの。いいかいこうやるとどうだ貼ったのが、ほら。ほーら。 らさん、どうだほら。ほら、よく見て、この手を。胃が、こうやって、上、上、なんつうんだ胃、胃の、ちょっと忘れちゃったけど、こう胃がこう曲がってるでしょほら。上なんとかと、かなんとかっていうとこ。ほら。こういうふうに揉んだらどうだらさん、ほら。張った感じがどうなった ほら、答えて、早く。大体いいわかるけど。ほら、らさん、どうですかほいほいほい。吐きそうです。いいよ、吐きそうでもいい。オッケー。吐いてもいいぞ。それが邪気なの、そこにいるのが。 その吐きそうなのを肩から出すのい,いかいい,いかモンでルで吐きそうだっただら、いいぞいいぞ。それを上に上げろほら。上からやって口から出してもいいし、肩から出せば肩がさっぱりする。どっちから出したがいいほら。ら様を決めろほら。口か肩かどっちから出す。どっちでもいいよ。 そこにね、下からの邪気が混じってるの。だから吐きそうになってんの。よし、OK。ケー <noise>、OK、吐いてもいいぞ。それが邪気なの、そこにいるのが。その吐きそうなのを肩から出すの、いいかいいいかモンでルが吐きそうになってたら、いいぞいいぞ。それを上にあげろ、ほら。上からやって、口から出してもいいし。 肩から出せば肩がさっぱりする。どっちから出したがいいほら。さ様が決めろ、ほら。口か肩かどっちから出す。どっちでもいいよ。そこにね、下からの邪気が混じってるの。だから吐きそうになってんの。よし、オッケー。口開けろでかい口開けろ、ほら。行くぞいいかい 胃の幽門部から気が上がる。ぐいーっと、ほら、上がってきて、よく手を見てる、ほら。いや、喉ちんこんとこまで来た、ほら、ぐーっと上がって、もうちょいだ、そっから、ふわーと吐き出せ、ほらほら、吐き出せ、ほらどうふわーと吐き出せ、ほらどうなった うわーってなんか白いもんが出てっただろう。霊能者だったらそれ見えるから。ふわーって白い、エキソプロザムみたいななんか、ふわーって感覚的に出たろ、ほら。どういわいさっぱりしただろ、ほら。どうだほら。肩も楽になったろう。どうなった 吐いちゃった <laughs> 吐いてないでしょ感覚だから。ほら。さっぱりした。OK, OK. いいぞ、いいぞ。はい、もっと出せ。ほら。下から木を送る。ぐーっと。陽怪。陽怪から送ってる。ぐーっと。仙骨がバリバリ剥がされてねえか、今。バリバリ、バリバリ。なんか変な感じで。メリメリして、それが上に上がって。 胃を通って口からヒューッと出ちゃう。腰も痛くないだろう。どうだ腰痛いか仙骨痛いか言ってみながら。どう <noise> 仙骨を通りながら上上がって胃,胃に行く胃から喉のビスター通って上に出て口からシュー。 はい、どんどん出せ。そのうち出なくなる。おららくなった。はいはいはい、OKOK。はい、あなたのところでな、何が悪かったのか忘れちゃった。はい、仙骨でしょ覚えてるわかった今仙骨どうはい。うわ どうかな桜さん、ほら。気持ちいいだろ、ほら。もうちょっとやるか頭までやるかどうぞ、やんなくてもいい、どっちでもいいよ、頭のてっぺんまで木に持って回せば、頭すっきりするとどうするここまででよろしいですかあなたが決めなさい、ほら。どっちでもいいよ、ほら。どう ほーら、いいですよ。選択してください。ここで、音叉鳴らして終わり。頭にその気を上げて、右回り回して、それでもう一回口から出す。そしたら、頭すっきり、どうしましょう。自分の好きでいいから、はい、考えてどうぞ。はい、考えるのはあなたが考える。どうぞ。 ほら、どうしたもうこれでいいのどっちでもいいよ頭すっきりさすすっきりしたよし終わったはい、じゃどうするんだどうしたらすっきりする自分で答えてみろ どっから入れたらいいか答えてみろ自分でほら。あなたはわかるだろう。どっから入れたらいい気を。言ってみなあなたがほら。どっから入れたほうがいいのはい、どこでい、はい、考えるのはあなたが考える。どうぞ。 ほら、どうしたもうこれでいいのどっちでもいいよ頭すっきりさすすっきりしたよし、わかったはい、じゃどうするんだどうしたらすっきりする自分で答えてみろ どっから入れたらいいか答えてみろ自分でほら。あなたはわかるだろう。どっから入れたらいい気を。言ってみなあなたがほら。どっから入れたほうがいいのはい、どこでも入るから。一番いいとこあなたが指定しなさい。はい。ほら。どうした頑張れほら。どこさっきどうやった 忘れちゃったかな頭のてっぺんか入れんの穴開いてんの第7開いてる、開いてねえだろう入れ、ね、入らねえじゃねえ。それよりもっと入るとこどこだから行ってみろどこわかってるでしょあなたが一番。そうそっから入れな。ほら、自分で意識すると入りやすいから、あなたにそれを求めたの。 かなちゃん、ここわかるかなはい。行くぞはい、手から入る。ほら、一回くぞほら、よーく手見てんだぞここに玉作るぞグイグイほら、もんだ行くぞシュッはい、どうしたはい、どうなった入ったか入んないか、ほら自分が一番わかるでしょほら、はい、ほいほい 三発、四発目。いいかいもう入ってるから書か,かなくていいよ。それをいいかい入ったでしょう、ほら。それを丸めてギューと上がったのを、脊髄っていうか、脳みそのてっぺんまで上げろ。すっきりした。よーし、わった。はい、じゃあどうするんだ どうしたらスッキリする自分で答えてみろ。どっから入れたらいいか答えてみろ、自分で。ほら。あなたはわかるだろう。どっから入れたらいい気を。言ってみな、あなたが。ほら。どっから入れたほうがいいのはい、どこでも入るから。一番いいとこ、あなたが指定しなさい。はい。ほら。どうした頑張れ、ほら。 どこさっきどうやった忘れちゃったかな頭のっぺんか入れんの穴開いてんの第7開いてる、開いてねえだろう入れ、ね、入らねえじゃねえ。それよりもっと入るとこどこだから言ってみろどこわかってるでしょあなたが一番。そうそっから入れな。 ほら、自分で意識すると入りやすいから、あなたにそれを求めたの。かなちゃん、ここわかるかなはい。いくぞはい、手から入る。ほら、一回いくぞほら、よく手見てるぞここに玉作るぞグイグイ。ほら、もんだ行くぞシュッはい、どうしたはい、どうなった入ったか入んないか、ほら 自分が一番わかるでしょう、ほら。ほい。ほい。三発、四発目。いいかいもう入ってるから書かなくていいよ。それをいいかい入ったでしょう、ほら。それを丸めてギュっとあったのを、脊髄っていうか脳みそのてっぺんまで上げろ。それは自分でやれ。 上に上がるから、あなただと上げられるから、ほ、はい、意外と手伝わったけどら。頭を上に、ほら、ぐいぐい、後ろ、真ん中、脊髄って、いうのはなんて言うんだろう。名前忘れ、忘れちゃった。<laughs> もう、十、二、三十年前だから、免許取ったの忘れました。そんなのどうでもいい。何しろ、上げろ、上げろ、上に。上がったかな、てっぺんに。てっぺんに上がっただろうら頭の百円まで。 上から私が、お、支えてあげるわ脇で、ポポンポポンポンポン。はい、ポポンポポンポンポン。はい、ポポンポポンポンポン。はい、ポポンポポンポンポン。ほら、もう出、出たろ、もう全部。まだ出てるどうですか桜さん。ほい。出てるどっち はい、ポポンポポンポンポン。もう出たろ全部。でっきりケ、OK、ーそれじゃあね、これで終わりだけどまだよ。音叉鳴らすからね、あなたの外部オーラーに穴開いてるから、それを閉じないとまた戻っちゃうから意外。口は閉じていいよ。はい、口閉じていいから、丹田も閉じていいよ。いくよ、5回鳴らします。はい、1回。 はい、二回、三回、四回、ちょっと悪いな。まあいいや。五回目。はい、五回落とした。はい、閉じた。これで、桜さんの外部オーラと内部の邪気はみんな出ましたから、全然どこも悪くないです。いいですかそうしたら申し訳ないけど、 軽く飛び上がってください。で、ドーンと歪みを、足は歪みじゃない。ドンと振動を与えて、腰椎の仙骨の歪み、歪んでるか、痛みとか気持ち悪さ、頭の変なのがなかったら OK です。それだけ確認しないと終われない。確認してください。 大丈夫です。あ、よかった。はい。おめでとうございます。これで完璧です。あとは、ここで遊んでてもいいし、えー、どっか行って、えー、彼氏とどっか遊び行っちゃったといいし、何でもいいですよ。はい。ご苦労様。ちょっと時間がかかったけどね。頑張れ。頑張りましたね。はい。バイバイ。はい。